はい、望月凛です。今回はオーストラリアの作家であるロンダ・バーンさんの書かれた世界的ベストセラーである The Secret を解説していきます。この本は一言で言うと、引き寄せの法則を使って人生をより良くしていく方法を教えてくれる本だ。引き寄せの法則か。ああ、お前は自分の10年後はどうなっていると思う？え、何ですかいきなり。いいからイメージしてみろ。多分独身で 1K のマンションに住んで、今と同じように平社員をしてしみったれた生活をしている気がしますね。そうか、おそらくその通りになるだろう。なんでですか？だってそうなるのをイメージしているんだろう。まあそうですけど、イメージと現実は違うじゃないですか。うむ、良くも悪くも人は自分の頭の中のイメージ通りの人生を送るものだ。例えばお笑い芸人になる人は、売れていない頃から自分がお笑い芸人になるイメージを強く持っているし、会社の経営者になる人は自分が経営者になるイメージを強く持っている。そして20代で結婚する人は自分が20代で結婚するイメージを強く持っているのだ。確かに僕の友達は絶対にお金持ちで高身長の人と結婚するって言って本当に結婚しましたね。うむ、実際に孫正義さんはまだ会社を始めたての頃、この町で初めて雇った2人の社員に、いつか必ず売り上げも利益も1兆2兆と豆腐屋のように数えられる会社にしてみせると言っていたそうだ。実際にそうなっていますね。でもこれってたまたまじゃないんですか？うむ、この本ではそれらは引き寄せの法則によってもたらされたものだと書かれている。引き寄せの法則？ああ、自分の頭の中で考えていることが現実になるということだ。それは信じられませんね。だって非科学的じゃないですか。ふむ、引き寄せの法則はプラシーボ効果と似ている。プラシーボ効果って？プラシーボ効果とは、実際に有効成分が入っていない薬を患者が本物の薬だと思い込んで飲んだ時に症状の改善が見られることだ。ああ、聞いたことあります。なぜ偽物の薬を飲んだのに効果が出るのかは分かっていない。だが患者がその薬が本当に効果があると信じて飲むことによって、自分の体に変化がもたらされるのだ。なるほど。このように目には見えないし、科学的に説明も難しいが、人には自分の頭の中で強くイメージしたものを現実にするという不思議な力があるのだ。この不思議な力こそが今回のメインテーマでもある引き寄せの法則だ。実際に著者が多くの偉人を調べたところ、成功者は誰もが自分がなりたいものを強く思い浮かべて、それ以外の余計なことを思い浮かべていなかった。へー。裏を返すと、良くも悪くも今のお前の人生は全てお前自身が自分で引き寄せた結果なのだ。今日の授業を受ければ、そんな引き寄せの法則を使って人生をより良くしていく方法を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、良くも悪くも人生は全て自分の思い描いた通りになる、だな。人生は全て自分の思い描いた通りになるか。ああ、さっきも言ったが、人は自分の頭の中のイメージ通りの人生を送るものだ。なぜなら人はそもそも自分がイメージできないことに挑戦しようとはしないからだ。え？例えば目の前に大きな壁があったとして、それを乗り越えられるイメージを強く持つことができるから、必死になって壁によじ登ったりジャンプをしたりするのであって、壁を越えられないと最初から思っているやつはそもそもよじ登るどころか立ち上がろうとすらしないだろう。なるほど、確かにそうだな。僕は自分が野球選手とか俳優になるイメージなんて全く持ってないから、挑戦すらしないですもんね。ああ、実際にアインシュタインは、想像力が全てだ、それは人生でこれから起こることの予告編である、と語っている。でも待ってください、もし自分の頭の中のイメージ通りの人生を送れるのであれば、なんでこうも夢が叶わない人や貧乏な人がいるんですかね。ナイス質問だ。それは本気で自分はお金持ちになれるとか、結婚できる、会社を経営できるという具体的なイメージを持てていないからだ。何？口ではお金持ちになる、俳優になると言っていても、本当は自分を疑っていたり信じていないということだ。信じていないか。ほら、引き寄せの法則はプラシーボ効果と同じだと言っただろう。はい。だがこのプラシーボ効果は、偽物の薬を本物の薬だと思い込んでいるからこそ効果が出るのであって、1% でも偽物かもしれないと疑っているとその効果は出ない。
それどころか、この薬が毒物だと思い込んでいると体に悪い効果が出るだろう。なるほど。つまり僕がお金持ちになれないのは、僕が本気でお金持ちになれるイメージを持っていないからだし、僕が持てないのは本気で僕が持てるイメージを持てていないからってことですか？まさにそういうことだ。それどころかお前は自分が貧乏になるイメージを強く持ってしまっている。だからお前は貧乏になったのだ。お前の今の人生は良くも悪くもお前が少し前の過去にイメージした通りの人生になっている。マジかよ。ああ、もし豊かな人生を歩みたいのであれば、ポジティブなイメージを強く持つことだ。それはまるで偽物の薬を本物の薬だと信じた患者のようにな。ここでは良くも悪くも人生は全て自分の思い描いた通りになるということを覚えておいてくれ。わかりました。はい、望月凛です。今回はナポレオンヒルさんの書かれた思考は現実化するを解説していきます。なんかかっこいいタイトルですね。ああ、この本のメインテーマは人生は自分がイメージした通りになる、とタイトルの通りだな。俺小学生の時に宇宙飛行士になるって書いたけど叶ってないんですけど。ふむ、それには深い理由があるんだが、その前にまずはこの本の説明をさせてくれ。はい、わかりました。この本は20年間かけて新聞記者だったナポレオンヒルが500人以上の成功者たちを観察して、成功者に共通する考え方と行動をまとめた本だ。20年？長。ああ、そしてこの本は世界で7000万部以上が売れ、今も売れ続けている伝説の一冊になっている。おお、すごそう。だが600ページもあるため、今回はこの本の中で特に重要なポイントをピックアップして分かりやすく説明していく。了解です。今回の授業を受ければ成功するためにまずやるべきことが見えてくるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は実現させたい願望をはっきりさせる、だな。願望か。ああ、なぜならさっきも言ったように人間は自分が考えているような人間になるからだ。だから成功しようと思ったらどうしてもこれを実現させたいという燃えるような強い思いを持つことが最初の一歩なんだ。ただ単純にお金持ちになりたいじゃダメなんですか？それだとはっきりした願望ではないからダメだ。夢も叶わないだろう。お金持ちになりたいのならいくら稼ぎたいのか、何をして稼ぐのか、いつまでに稼ぐのかまで明確に決めなければならないんだ。副業して稼ぐのか、本業で稼ぐのか、または独立するのか。もし副業で稼ぐのなら何をやるのか。実現させたいと思う願望と期日をはっきりさせることだ。そこまで決めなきゃ夢は叶わないのか。ああ、例えばサッカー選手が2021年にオリンピックでフォワードとして出場して金メダルを取ると決めるようなイメージだな。なるほど。お前が小学生の時に立てた宇宙飛行士になりたいという夢が叶わなかったのは具体的じゃなかったからだ。なるほど、確かになんとなく言ってたな。というか期限も決めなきゃいけないんですね。ああ、お金の貸し借りでも返済期限がないといつまで経っても返ってこないからな。何度も言うが、願望はどうしてもこれを実現させたいと思える目標にすることだ。じゃないとちょっとした難関が来た時に必ず挫折してしまうからな。さて次はその代償を払う、だ。代償とは？うむ、まあ目標を叶えるために何かを捨てろということだな。捨てる？ああ、まあテレビを見ないとかゲームをしないとか友達と遊ばない、夜更かしをやめるというのもありだろう。テレビやゲームをして自分の思い描く成功に近づけるのなら見てもいいんだが、成功に近づいていないのなら躊躇なく捨てるんだ。なんてストイックなんだ。ちなみに歌手のガクトさんは体型やパフォーマンスを維持するためにお米やパンなどの炭水化物を禁止している。すごいなそれ。小豆バー食えないのか。別に普通のことさ。売れているモデルやアイドルも食事制限をしていることだろう。撮影前に断食をして体を絞るという人も珍しくない。手に入れるために捨てるんだ。あれもこれもどっちも欲しいは通用しない。これが何かを叶える人間の姿勢というものなんだ。なんでそこまでやれるんでしょうか？うん、最初にも言ったんだが、何としてでも叶えたい願望があるからだ。だから叶えたい目標と一緒に捨てるものも決めることだ。捨てるものが大きければ大きいほど手に入るものも大きくなるぞ。今日の授業は終わり。また来てね。